第22代、アランデル伯爵ヘンリー・フレデリック・ハワードは、イングランドの貴族。第21代、アランデル伯、トマス・ハワードの次男で、庶民院議員や貴族院議員を務め、新京都革命期には、応答派として行動した。1608年8月15日に、第21代、アランデル伯、トマス・ハワードとその妻、アレシアの間の次男として、生まれた。 兄にマルトレーバース教ジェームズがあったが、この兄は子供のないまま1624年に死去したため、それ以降は彼が着難だった。また弟にカトリック陰謀事件で処刑される初代スタッフ,フォード子爵ウィリアム・ハワードがいる。1628年のイングランド議会ではアランデル選挙区から選出されて諸民院議員を務める。 1633年5月から1639年8月にかけてノーサンバランド党官ウエストモーランド党官を務めた。1634年8月のアイルランド議会ではカラン選挙区から選出されて庶民委員議員になるとともにアイルランド数密顧問官に列した。1636年6月にはサリー党官とサセックス党官に就任した。 1639年にはカンバーランド党官を務め、1640年のイングランド議会では再びアランデル選挙区から選出されて庶民院議を務めたが、同年3月にはモーブレー男爵として貴族院に召集された。同議会中、王党派として行動し、国王側近の初代ストラフォード伯爵、トマス・ウェントワースの処刑に反対した。 1641年7月の議会委員会では、第4代ペンブルック伯爵、フィリップ・ハーバートと激しい暴言の応酬をした。1642年に、国王チャールズ1世がヨークへ逃れると彼もヨークの王党派に合流した。同年10月には、エッジヒルの戦いに王軍で参加した。しかし、第一次イングランド内戦が議会派有利に、 傾いてくる中の1645年に病を患う父に呼び出されて、ベネツィア共和国、パドバへ移住した。1646年10月の父の死により、第22代アランデル伯爵区員を継承し、軍務伯に就任した。国外での生活に困窮したため、革命後のイングランドへ帰国。罰金を支払うことで議会から辞書の返還が認められた。 1652年4月17日に、ロンドンストランドアランデルハウスにおいて死去した。爵位は、長男のトマス・ハワードが継承した。このトマスは1660年に、第5代ノーフォーク公への復権を許されている。1646年10月4日の父、トマス・ハワードの死去により、以下の爵位を継承した。第3代レノックス公エズメ・スチュワートの娘、エリザベスと結婚。 彼女との間に以下のコラを設けた。ありがとうございます。